ベステルボッテン・クーリレンは1900年に創刊されたスウェーデンのベステルボッテン地方の地方紙である。梅尾を中心にベステルボッテン地方の地域報道や全国報道、国際報道を掲載する。なおクーリレンとはクリエの意味であり、ベステルボッテン新報と訳すことができる。ベステルボッテン・クーリレンが最初に発行されたのは1900年5月17日である。 その後新聞は急速に成長し、1903年から現在までベステルボッテン地方で最大の新聞となっている。初期の記者にはアストリットバーリングなどがおり、1926年まではグスタフ・ローセンが執行役員を務めた。グスタフ・ローセンはスウェーデンのリベラル政党、自由党の歴史において重要な役割を果たした人物であり、1926年に カール・グスタフ・エクマン内閣の防衛大臣に就任した。グスタフ・ローセンの後を継いだアンスとガファリンは半年後に亡くなったので、グスタフ・ローセンの一人息子で23歳のステラ・ローセンが編集長兼発行人になった。1928年9月にカール・グスタフ・エクマン内閣が辞職した後、グスタフ・ローセンは梅尾に戻ってベステルボッテン・クーリーレンの政治記者になったが、 1931年にベステルボッテン県の知事に就任し、1942年に亡くなるまで続けた。1929年に老ンは持ち株の大半を建設会社社長の JM ベックストロームに売却した。ベックストロームは翌年に梅尾の中心部のリンドとタウンホール前10番地に新しい印刷工場を作った。 VK ビルは1930から1931年末に完成し、その後1988年まで VK 社が入居した。1949年にはノールランドの新聞社として初めて自社専属の写真記者を雇った。この時雇われたハリー・リンド・ウォールは1985年に退職するまで業務を行った。 J.M. ベックストロームが亡くなった後もベックストローム、家は1971年まで15年間にわたって VK 社を所有し続けた。しかし、スンツバル支局が売却を主張し埋めを支局と意見が割れる中で、新聞は大衆と社会という小さな印刷会社に売却されたが、1978年頃に VK プレス財団に売却された。1982年に、 VK 社はベスタースレッド工業地区の土地を購入して新しい印刷工場を作り日刊新聞のダーゲンスニューヘテルのノールランド版の印刷を受託した印刷工場は1984年の秋に稼働しもう一つの工場も1988年に稼働した1990年代から 200X 年代にかけて VK 社はルレオを拠点とする ノールランド最大の日刊新聞、ノーランス化ソシアルデモクラッタンとの競争に直面した。VK 社は、ライバル誌のベステルボッテン・フォルクブロードの株式を取得し、多数派株主になった。2003年に、VK 社は、雑誌、ノーギャスマガシネットしてを買収した。この雑誌は、娯楽や、流行やライフスタイルを題材とする、フリーマガジンであり、梅尾版やスンツバル版や、 ルレオ版などがあった。1997年には、ウェブサイトの VK セを開設した。トム・ジャスリンが編集を担当する、このウェブサイトは、2007年と2008年の2回、ストーラジャーナリスト賞の候補に選ばれた。VK 社は1937年から、毎年、ベステルボッテン地方出身の運動選手の男女に、VK 金賞を授与している。 歴代の受賞者には、インゲマル、ステンマルク、アニアパーション、マルタビエイラ・ダシルバ、アーサー・レーン・ルンドなどがいる。ありがとうございます。